金子勝彦は、日本のスポーツアナウンサーコメンテーター。もっと毎日放送、テレビ、東京アナウンサー。神奈川県横浜市生まれ。愛称、猫さん。横浜中学校、高等学校中央大学法学部卒業後、1957年、毎日放送にアナウンサーとして入社。1958年アジア大会サッカー。 日本代表の鴨豊は毎日放送の同期であり、金子が日本サッカー界の要人との人脈を作るきっかけを与えた人物である。この経緯でサッカーとの接点は MBS 時代からあったが、MBS 時代にサッカー中継を担当することは一度もなかった。1963年、翌年に開催が控えていた。 東京オリンピックの中継担当に指名されていたが、裁判官の義父の後継を目指していた議定が、鶴見事故で犠牲になってしまったため、自らが義父の後継になるために、大阪から横浜に戻って、司法試験を受験することを決意し、当時の毎日放送の役員に事情を説明して、退職届を出した。しかし、金子の退職が、 他局の幹部に知られると在京キー局を含む複数の民放局から移籍のオファーが入り、ジップから移籍するなら新しい放送局の方がいいんじゃないか、とアドバイスを受けたため、1964年4月に東京12チャンネルへ開局と同時に移籍した。移籍後は主にスポーツ中継を担当。中でも、三菱ダイヤモンドサッカーは、1968年の 放送開始から1988年まで20年間にわたって岡野修日一郎と司会を担当しサッカーを愛する皆さんご機嫌いかがでしょうかというオープニングの向上は番組の名物であった特に1974年 FIFA ワールドカップ西ドイツ大会決勝戦の衛星性中継を行ったことは当時の日本のスポーツ中継としては 画期的であり、サッカーファンの伝説と化している。解説は、岡野と、二宮博士であった。1993年に、同番組が5年ぶりに J リーグ情報番組として一新されると、コメンテーターとして出演。1994年の定年退職後は、自らの個人事務所、オフィスワンツーリターンを設立し、CS テレビ放送のサッカー番組の実況。 司会を務めている。2002年には、永年の功績が評価され J リーグより特別功労賞が授与されている。2006年の FIFA フフワールドカップドイツ大会においては、スカイパーフェクト部で決勝戦の実況を担当。金子にとっては32年越しで、再びドイツの地での決勝戦実況であった。2012年に日本サッカー殿堂入りを果たす。 放送会からの選出は史上初である。現在はプレミアリーグを中心に実況している。昭和40年代まではプロ野球の実況もしており、東京12チャンネルが制作した1970年の日本シリーズ第3戦と1974年の日本シリーズ第5戦の中継も担当した。当時は東京12チャンネルと MBS が 系列関係にあったため、両試合とも MBS に同時ネットされ、金子は古巣の MBS で久々に顔出しすることとなった。入社当時の曲名は新日本放送であり、1958年より、現在の社名及び略称となった。なお、本項目では便宜上、NJB 時代も含めて、MBS 時代とする。AB スカパーでおなじみの金子勝彦さんが、 日本サッカー殿堂入りサッカー実況の草分け、放送会でしょ正確には、財団法人日本科学技術、振興財団テレビ授業本部への移籍であり、後に、同財団から東京12チャンネルの放送免許を譲り受けた、株式会社東京12チャンネルプロダクションへと転籍している。同法人の現象号が株式会社テレビ、東京である。 当時の東京12チャンネルは経営再建中で MBS による買収計画もあった。その名残で2016年現在も MBS はテレビ東京ホールディングスの大株主に名を連ねている。ありがとうございます。